どうも、鈴木ミートです。売上絶好調の任天堂スイッチ、そんなハードの勢いもあり、スイッチのソフトは中古でもほとんど値段が下がることがありません。が、中には、え、安すぎない？と驚くほど定価から値崩れしているソフトが存在します。もちろんつまらないゲームであれば値崩れするのは当然ですが、ゲームの面白さとはまた違う要因で値段が下がっているものもあったりします。ということで、今回はそんな訳あり激安ソフトをいくつか紹介していきたいと思います。定価よりも 50% 以上下がっているタイトルをどういった理由で下がっているのか、買ったら損をしてしまうのかなどを解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。2022年に発売されたドラクエトレジャーズは、ドラクエ11の登場人物カミュとマヤの幼少時代が描かれています。本作のメインテーマは宝探し。伝説の宝7つの龍石を求め旅をしながら、世界中に散らばるお宝のコンプリートを目指すゲームです。ドラクエというスクエニの看板を背負いながらも、わずか1年足らずで 85% オフになっているのには複数の訳があります。本作の初出し情報は、誕生20周年ドラゴンクエストモンスターズ成人式というイベントで発表がされました。モンスターズファン向けの場での発表、さらにはテリーのワンダーランドやキャラバンハートのようにドラクエ本編のナンバリングからの主人公を採用したということから、ドラクエモンスターズの新作が出ることを疑わなかったファンがほとんどでした。そんな中、実際に出されたのは宝探し。スカウトして一緒に旅ができるというモンスターズ要素は少し入っていたものの、肩透かしを食らった感は否めませんでした。そして発売前の PV を見ても、宝探しとは結局モンスターズではないの？という声も上がっていて、どんなゲームか分かりにくく手を出しづらい状況でしたが、小売店側はドラクエブランド最新作ということもあり大量入荷をしてしまい、その乖離も原因として在庫過多となり、1000円以下で投げ売りされることもしばしば見受けられました。ですが、この値段、ドラクエモンスターズという固定概念を取り払えば、フィールドが丁寧に作られていますし、豪華声優を起用していたりと、遊ぶ価値のあるソフトに仕上がっています。発売からまだ2ヶ月にもかかわらず 78% オフと大暴落してしまった帰ってきた名探偵ピカチュウ。暴落の理由の前に、一体どんなゲームなのかを少し説明していきましょう。おっさんにしか見えないピカチュウと相棒であるティムが、人間とポケモンが共生する街で起こる様々な事件を解決していく推理アドベンチャーゲームです。人間だけではなく、ポケモンにまで聞き込みをしたり、協力してくれるポケモンの特技を調査に生かしながら事件を解決したりと、普通の推理ゲームにはない個性が光ります。 3DS で1作目がダウンロードソフトとして配信され、これまでの可愛らしいイメージから新しいピカチュウ像を追求した斬新さが話題を呼び、ポケモンシリーズ初の実写映画がなんとこのゲームを題材にしたことで知名度を高めました。そんな満を持して出された本作が、なぜこんなにも早く値崩れしてしまったのか。ひとえに転売の影響と言えるでしょう。転売といってもソフトではなく、ソフトについてくる特典の方です。初回の特典としてポケモンカードが付属されていました。ご存知の方も多いでしょうが、現在ポケモンカードの再ブームが来ていて、転売屋の中ではホットな商材となってしまっています。もちろんこの名探偵ピカチュウのプロモカードも白羽の矢が立ち、転売の意識となって初回特典狙いの購入が多発。カードを抜き取った後のソフトだけが安価で出回り、相場は下落し、ソフトが1000円前後で販売されているのに対して、カードは1万円近くで取引されていたりと、その差は10倍近くなっています。相場が破壊されてしまった本作ですが、決してゲーム性を否定するものではありません。実はプロモカードの高騰と同時に、3DS 用の前作まで高騰してきています。前作の正当続編、かつ完結作ということもあり、安価で本作を買った人が前作を遊びたくなるくらい、しっかりと作り込まれていると言い換えることができるでしょう。実写映画もそうでしたが、ポケモンの新作というよりは、名探偵ピカチュウというポケモンの世界観を使った移植作となっているので、最初は戸惑いつつも、いつの間にか引き込まれることになると思います。Nintendo DS で出された14以来、10年ぶりのパワーポケシリーズの復活ということで、非常に楽しみにしていた人も多かったのですが、残念ながら発売後みるみる値段が下がり、今では驚きの安さに。内容としてはパワーポケ 1-2 のリメイク作品で、グラフィックや野球のシステムを現代風に改良を施し、ポケットシリーズの大きな魅力であるエッジの効いたシナリオが楽しめるサクセスも当時のまま遊ぶことができるものとなっていました。しかし発売10日後には 40% オフ、2週間後には半額に。
1ヶ月後には 65% オフとなり、現在ではまさかの 90% オフとなっています。理由は一体何なのか。サクセスをそのまま遊べると言いましたが、追加イベントなどもなく、よく言えば忠実、悪く言えば変わり映えのないもので、当時遊んでいた人が懐かしむための作品となってしまっていたのがまず一つ。他にもスイッチ版ならではの追加要素として、パワポケおなじみのミニゲームにサイバーバルというものが追加されたのですが、ひたすら戦車で敵を打ち倒すだけというシンプルすぎるゲーム性、マルチプレイ前提のバランスなのか、シングルプレイでは敵が硬すぎてなかなかクリアできないにもかかわらず、球速170キロ超えの選手などいい選手が作れたりするので、プレイせざるを得ないこともマイナス意見を引き出す要因になっていました。また10年ぶりの復活と言ってはいましたが、実はゲームボーイアドバンスで 1,2 のリメイクはすでに行っていたので、新鮮さが少なかったばかりか、アドバンス版にはあったペナントやキャンプモードがスイッチ版でなぜか削除されていたりと、ボリューム不足感が否めませんでした。と、悪い面ばかりが目立つ本作ではありますが、フルプライスでの購入は確かにお勧めできませんが、現在の価格であれば話は別で、癖の強い物語のサクセスやパワポケシリーズ原点の空気感を味わえたり、発売後のアップデートで本家パワプロのマイライフのような俺のペナントモードが追加されたりと、現在の値段分はしっかり楽しめるようになっています。天下のポケモン様ですが、異例の値崩れを起こしています。今では2000円前後で落ち着いていますが、ゲオのセールで一時は100円という投げ売りをされたこともありました。本作は2006年に任天堂 DS 用で発売されたダイヤモンドパールのリメイク作。制作がゲームフリークではなく、ポケモンホームを担当していたイルカという会社が行っており、オリジナル版をかなり尊重した作りになっています。リメイク発表後にツイッターのトレンドを総なめしたりと、待っていた人が国内外問わず多かったタイトルで、実際売り上げも国内385万本、世界累計1492万本と、メガヒット作にもかかわらず、なぜここまで暴落してしまったのか。いくつか理由はありますが、その一つにリメイクが忠実すぎたというのがあります。ゲームを始めてまず目を引くのはキャラクターのグラフィックでしょう。オリジナル版の刀身やドットをそのまま 3D 化していて、実はかなり緻密で、当時は表現できなかった細部まで作り込まれていたりするのですが、その前に発売されていたソードシールドが刀身も高く、着せ替えなどが楽しめるようなグラフィックだったということもあり、デフォルメのキャラクターにがっかりしたユーザーも多々いました。またあくまでダイヤモンドパールのリメイクということもあってか、プラチナで追加されたシナリオやシステムなどまでカットされていたりと、忠実なリメイクを重要視した結果、簡素すぎる印象を与え、ユーザーの期待を超える出来には届かなかった模様です。そして発売後のバグが多すぎたことも大きな要因となっているでしょう。発売してからおよそ1週間ほどはほぼ何かしらのバグが毎日見つかり、心ないユーザーからはバグだらけスペシャルという屈辱的なネーミングをつけられたりもしました。突然名前が変わったり、トレーナーとの戦闘を回避できるという軽微なものから、本来覚えられない技を取得したり、モンスターやアイテムを増殖させたりと、ゲーム内だけではなく世界大会も開かれているポケモンシリーズ全体の致命的なバランス崩壊まで起こしかねない状況で、制作会社変更の問題が浮き彫りになった形になってしまいました。こういった複合的な要因から値崩れはしてしまいましたが、今ではバグが修正されていること、オリジナル版に色褪せない面白さがあるため、忠実なリメイクが決して悪ではないこと、また地下通路などリニューアルされた要素はしっかりと面白いことなどから、お値段以上のソフトとお勧めいたします。最後に紹介するのはデジモンを題材にしたテキストアドベンチャータクティクスバトルゲーム。モンスターが徘徊する異世界に迷い込んだ少年少女たちがサバイバルを強いられ、パートナーデジモンや仲間たちと絆を育んで生き残る道を探していきます。ゲームは元いた世界に帰るために手がかりを得る物語を読み進めるドラマパートと、デジモンをユニットとして操作しタクティクスバトルを行うバトルパートを交互に進めていきます。物語や戦闘の途中では選択肢が出現し、その分岐によって物語はもちろん、パートナーデジモンの進化先まで変化をしていきます。このデジモンサバイブは久々のデジモンシリーズ完全新作として、デジモンファンからも発表当時は喜びの声が上がっていましたが、蓋を開けてみると評価は賛否両論、今では値段も下降傾向にあります。その理由はゲームの本質的な面白さとはまた少し違った要因があります。初めて本作の情報が公開されたのは実は2018年。先ほども言った通り、
当時は喜びの声も強かったのですが、開発エンジンの変更などで1年延期、また1年延期と何度も繰り返して、初報道から4年が経ってようやく産み落とされました。もちろん最初は楽しみにしていたファンであっても、いい加減しびれが切れるというもの。そしてようやく決まった発売前後には、ポケモンやエルデンリング、スプラトゥーンといった対策が待ち受けていたことや、話題も風化していたことなどから、購入の見送りも多かった模様です。ゲーム内容も、デジモンという題材を使いながら、仲間内で劣悪な人間関係を見せられたりと、かなりシリアスでハードなシナリオで、事前の覚悟がないと想像以上に心にダメージがあったりもしました。バトルパートは、デジモンを使った凡庸なシミュレーションバトルといった感じで、全体的にシナリオに重点を置いたゲームという印象を受けました。総括して言うと、これまでのデジモンのアニメやゲームのアンチテーゼ的な作品で、既存のデジモン作品への印象を取り払ってみれば、アドベンチャーゲームとしてのクオリティは高めで、新しいデジモンの可能性を示した作品でもあるので、お試ししても損しないかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、訳あり激安ソフトを紹介、解説していきました。全体的に、発売後の初動の口コミに操作される傾向にあり、光るものがあっても、後から取り返しにくいことが分かりました。他にも激安ソフトはいくつかありますので、好評の声をいただけたら、また紹介していきたいと思います。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。